さんがケニア人で、しかもケニアのマサイ族、ケニア人のマサイ族のハーフ芸人、リロイトローです。よろしくお願いします。ラーメン二郎初ということで、一回も食べたことがないということで、今日はちょっとね、レクチャーしてみようかなと。あ、基礎知識をね。そう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 、レクチャーしてみようかなと。じゃあまずじゃあちょっと簡単にね、はい、券売機をまず買うんだけど、券売機を買うんだけど、もっと予算食券をまず買うんだけども、はい、一回ちょっと実際ラーメンってシミュレーションしてみましょうか。ちょっとシミュレーション、シミュレーション。はい、ガラ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 。はい、調整。はい、調整。調査。はい。じゃあ、ちょっと、どうぞ。どうぞ。どっち？どっち？席どっち？あ、どっち？どうぞ。よし。食券出してくださいね、カウンターに。はい。食券出してくださいね。はい。はい。え、ニンニクどうしますか？え？いい。ニンニク、あ、入れます。あ、はい。はい、ダメです。ああ、はい、ダメでした。ニンニクどうしますか、ニンニク入れますか、小の方とか言われたりします。いや、ずっと意味わかんない。まず食券何買いましたかって言ったら、今小でいいんですか。あら、小自動ラーメン、自動ラーメン。あ、もう、はい、もうダメですね、これクビです。もうそんなにクビ。いや、マジいいですか。まずニンニク入れますかって言われたら、ニンニク、野菜、あ、まあまあ野菜、油、固めの油、背脂、背脂、背脂の油、そう。そして、辛めというか、基本的に。あ、辛め聞いたことある。ニンニク入れますかの時点で、あ、はいって言っちゃったら、これしかないんですよ。これしか。なんで？ニンニク、そうじゃない、それも聞いてんだから、そう。ニンニク入れますかの時点で、これも入れたいんだったら言わなかったら何も忘れないですよ。あ、でもまあ、ニンニク入れますかイコール、これ全てのことを聞いてるっていう。待って、基本的なことさ、はい、小を頼んだら全部入ってるんでしょ、元から。人ってローカルルールが多いから、そう、店によってのルールが全然違う。あ、そうなんですか。そうです。これの一個上の段階のレベルが、マシです。はい、マシ。ニンニクコールと、ニンニクマシコールが同じお店もある。中にも。うん。だから、うん、本当にマシたいなら、この上のマシマシと言った方が本当にマシだよね。マシえ、とんでもない量来ちゃうんじゃない、それって。僕はもうだって全部マシマシにしてもまだ中に隙が、隙がある、隙がない、隙がある、隙がある、隙がある。俺マサイゾン隙見せたら狩られる。もともとはだからラーメン治療を見た時点ではコールとか最初なかった。あ、最初はだけど、学生さんがちょっと野菜、ニンニク増してっていうのが始まって、それがこう店員さんの方にも伝わるようになって、みんなどうせ増すから聞くようになったみたいな。で、ニンニクは入れたい人と入れたない人がいるから最初に聞いてたらしい。あ、そうなんだ。そうそう、なるほどね。まあ、だから初回は全部増し、あ、いや、全部食べる OK って言ったら全部増えてくるってこと。まあお店によるけど、全部お前お店によるばっかじゃねえか。店によるじゃねえよ。全部って言ったら怒られるのもあるしね。相模大野店っていうお店だけ全部って言っちゃいけないの。あ、そうなのね。ほとんどの店舗は全部で通る。相模大野店は何て言うんだろう。しっかりとした野菜、ニンニク、油、辛めって言わないと全部っていうものが、全部ってどういうこと。学校だよもう。先生トイレ、先生はトイレじゃない。俺も一回そのトラップハマって怒られてるから。いや、トラップとかじゃないね。俺一緒にいたり、俺は大丈夫だった。あ、いたんだ、一緒に行ったんだけど、だからずっとなんか先導してたのに、いざ行ったら自分だけ間違えてうん、二回行ってるけど、でもすんごい美味しいから、じゃあめちゃめちゃうまい。そうですね。まあやっぱり初回なんで、歌舞伎町店にしようかなと思ってます。その場合は全部で OK です。全部、全部で言えば全部あります。最後に食べ終わった後どうすればいいかね。やっぱりグループで行くと、まず第一段階で3人同時に座れない可能性のあるお店もある。歌舞伎の場合は人が少なければ結構3人待ってくれて通してくれる。あ、なるほどね。そうそうそう。なんだけど食べ終わりがやっぱスピード違うから、食べ終わったら先にですね、丼を、まあ、カウンターの、カウンター
棚のですね、ここにあげなければいけない。ああ、俺のところにね。これ何？人？いやいや、これどんぐり。ユリがなってて、これどんぐりね。だいぶもうちょっと問題。なるほどね。橋太っ。隠せるの。で、ここに、おしっこりがあるから、これでここを拭くんですよ。そうだろうね。回転を上げるためにはそうしてるから、はい。これをですね、フィニッシュムーブと呼ぶんで。あ、そうなんですか。フィニッシュムーブしてください、必ず。ああ。はい。で、ご相談つって、そうだね。で、ティッシュ使った場合は、ゴミ箱があるんで、一緒に簡単にほぼ浴びない方がいい。まあ、なんでかっていうと、これは、ジロン店主が正しいと思ってるんだけど、はい、例えば鼻かんだティッシュとかを、捨てなきゃいけない、手使うんで。でも、料理してるから、一回一回洗わなきゃいけなくなっちゃって、まあ、衛生的にも良くないと、時間かかっちゃうから、やっぱり自分で使ったティッシュはゴミ箱に、ゴミとして捨ててほしいという、まあ、衛生上の問題があるから、ティッシュは自分で捨ててほしい。そういうことなんです。わかった？もうちょっと自信ないです。というわけで、この後行ってみますんで。いいっすか？というわけで、もう、あと。うん。じゃあね！行ってみよう！